リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリンドです。はい、本日はルセットオオコウモリのマナちゃんのケージを新しくしましたという動画になります。もともとね、うちのルセットオオコウモリのマナちゃんは鳥かごのね、ケージで飼っていたんですけれども、まあ少し狭めのね、状態の、ケージだったんですよね。で、まあうちの子そんなに運動もしないですし、羽ばたくっていうこともほとんどなかったので、まあそれでいいかなと思ってたんですけれども、ちょっとね、翼に、細かい怪我っていうほどでもないんですけど、擦り傷みたいのがあったので、ちょっと大きいケージにしてあげた方がいいかなというところで変えました。はい。で、ケージに関しては、実家に帰る時とかにね、使おうと思っているので、まあ一時的な保護用ケージみたいな感じですね。にして、基本はこっちで飼育していこうかなという形になります。で、もともとね、ここにね、沖縄シリケンイモリと、エゾサンショウウオのね、いる、まあ、コケリウム、まあ、ワインセラーが入ってるんです。ワインセラーの中にコケリウムを作ったんですけれども、このケージの横に、レオパのケージを2個並べて置いといてたんですよね。で、片方は、ロペとルフっていうね、カップルがいるんですけれども、もう片方は何も入ってなかったんですよ。そのカップルの子たちが産んだ卵がうまく孵化したら、こっちの方で飼育していこうかなっていう形にしていたんですけれども、卵がね、生まれて全部でね、4個、2クラッチ分ですかね、生まれたんですけれども、ちょっとなかなかうまくいかなかったところもありまして、まあ、繁殖は今すぐっていうところではないのかなっていうのを思ったので、先日ね、こちらのガチャガチャの中身を改造して、レオパのケージ作ってみたっていう動画ね、上げさせていただいたんですけれども、こちらに移動したので、ここがね、丸々開いた状態になるので、この場所に、設置したという状態になります。で、もう、ここの区画をね、全部使った形になるので、ケージのサイズ的にはですね、上にいるフクロモモンガちゃんたちとケージのサイズはほぼほぼ同じぐらいの大きさがあります。はい。では早速ね、ちょっと見ていこうかなと思うんですけれども、まあ、下、ちょっと隙間が空いてて大丈夫って思われてしまうかもしれないんですけれども、コウモリちゃんですね、基本的に下に降りてくるっていうことはないので、まあ、何かがあってボトンって落ちてね、もしかしたら出てくる可能性はあるかもしれないんですが、今のところこのままでいこうかなと思っておりますが、開いてしまった理由としては、家にあったもので私はこのケージをね、形成したので、ただ単純に、下の部分のですね、計算というかその、家にあったものではちょっと足りなかったよっていうところでございます。が、この状態でね、問題はなさそうかなとは思っているので、もし問題があったら、ここの部分は増築します。はい。なので、その部分に関してはご安心いただければなと思います。まずはこの状態で飼育していって、何も問題がなければこのままでいいかなと思っております。問題があれば増築します。はい。で、ケージのレイアウト的にはですね、ちょっとツタを垂らすような形にして、少し自然っぽい感じっていうのと、あとは、このうちのマナちゃんっていうのはですね、私が小学校の時にやっていた、テリーのワンダーランドっていうね、ドラゴンクエストのゲームがあるんですけれども、その時に育てていたドラティの名前がマナちゃんだったんですよね。マナにしてたんですよ。なので、うちの子もマナにしていて、ドラクエがね、名前のモチーフ、まあドラクエがっていうのはあれですけど、ドラクエ、まあ元をたどるとドラクエがっていうところだったので、うちのこのケージはね、ドラクエのものを置いてっていう形にしております。はい。で、下にね、ゴールデンスライムと、ドラキーと、スライムがいるんですけれども、このスライムは下に、はい、こんな感じで磁石をつけました。ネオジム磁石をね、接着剤でくっつけました。で、これでペットシーツをね、固定できるようにっていう形のオブジェクトになってます。こっちも同様です。はい。これもね、ネオジム磁石をつけたので、はい、これでペットシーツをくっつけるっていう形です。ゴールデンスライムにはついてません。で、ケージもね、横、ネオジム磁石でくっつけられるように設置しております。はい。で、これをね、ぐっと引っ張ると開けて、おそらくこのネオジム磁石のね、強力な感じからすると、あの子、
あのルセトウコウモリちゃんってそんなに力がないので外れることはないかと思います。まあそれもね、もし外れるようなことがあれば、増築したり改築したりします。なんですけれども今のところ問題ないかなと思っているので一旦この状態にしてます。で開けてね、ここにクリップをつけてるので、開けた後にこう上にねクリップでパチって止めておくと、メンテナンスがしやすいような状態になってます。で横はですね、これ100均に売ってるあのパネルですね、この透明なパネルと奥も黒いやつにしてるんですけれども、横白奥は黒にしております。で横にもね同じパネルが引いてあるっていう状態です。でそのパネルの上に、この子たち、この子たちというかあのマナちゃんがね、あのぶら下がれるように、この網ですねが置いてあって、奥にもねその網が置いてあるという状態です。そしてあの網の裏側に、パネルヒーターがね1枚パッと引いてあって、で温度あれ調整できるタイプなので、温度あの熱すぎないように調整しているっていう状態です。ちょうどねマナちゃんの体が温まるような形でヒーターを置いております。でこちら側がこれお水ですね。ちょっとお水のホルダーがうまくつけられなかったので、あのホルダーつけるのにクリップでホルダーつけて、で固定が難しかったので、なんか家に余ってたこのカゴを横に置いて、そこにトンって置くような状態にしてます。だから見てくれもそんな悪くないし、うん、まあこれでいいかなと私は思っておりますが、なんかあまりにも不安定だったりとか、なんかねマナちゃんが動くことによって取れちゃうようだったらこれも改築します。で、あのここに刺さってるこの爪楊枝なんですけれども、これはあのマナちゃんにご飯あげるときに使ってる爪楊枝です。これであのバナナをブスって刺してこういう風な感じで、ね、渡しております。まあ、手で直接ねバナナあげてもいいんですけれども、バナナとかあのリンゴとかね、まあ水分含んでるんでツルツル滑っちゃうんですよね、手でやってても。でなんかブニュってなっちゃって、なんか指が汚れちゃったりするんで、あの爪楊枝でブスって刺して入ってあげたりしてますっていうところです。で横の方にあれがマナちゃんのねご飯入れになってます。今バナナがいっぱい入ってますね。あの入れたばっかりなんでまだバナナ減ってないですね。はい、っていう感じで火置いてあって、で横とか上にはですねツタが置いてあります。こんな感じでね。でもこの ツタもね、あのもう結束バンドでほぼほぼ止めてあるので、ほんと飾りって感じですね。で歩く上で邪魔にはなってなさそうだったので、とりあえずってところですね。もし邪魔だったりとか指が絡んだりっていうのがもしあればこれも外しますが、今のところそれもないのでこの状態でやっております。で奥のねあのところに LED ライトがあって、ちょっと見えにくいんですけど、 LED の奥のところにですね、見えるかな、見えないね、反射しちゃってね、はい、LED の奥側のところにですね、ヒーティングトップっていうヒーターが上から引いてあります。引いてるっていうか下に向いてねヒーターがあります。で直接、ヒーターがねあの網にくっついちゃうと網熱くなっちゃうかなっていうのもあったので、ヒーティングトップと網の間にまあ、あの網をまた入れてっていう感じ。あ、ここで見るとわかるか、はい、あんな感じ、はい、あれがヒーティングトップです。はい、奥のやつね、あれあの黒いのがヒーティングトップで、よくなんか波打ってるやつが、あれワインセラーに入ってるこの上のこの部分なんですが、ワインを置く部分なんですけど、あれをちょうど置くことによって直接ねヒーティングトップが下につかないよっていうような状態にしてます。はい、でこっち側はまああの人工観葉植物とかが置いてあって、でこの端っこの部分だけちょっと登れるように、ここねちょっとなんか空間空いてたんで登れるようにしましたが、この登れる部分を使ってくれるかどうかは謎です。うん、とりあえず置いてます。ここにいたことを見たことは今のところないかな。はい、でその前にドラキーをね置いてるっていう状態です。あと下の部分にも観葉植物入れてるんですけど、あそこの部分にあれ置いた理由としては、あの部分ですね、網がちょっとぶら下がれる部分っていうのがないんですよ。なのであの部分に行っちゃうとぶら下がれなくて、上に戻ってくるのが難しそうと思ったので、そもそも入れないようにしました。まあ
あまりにもそっちの方にね行くことをよく見るようになったら網を入れますが、そっち側は特に行く必要性ないと思うので、ああいう感じでね隠すようにしてます。はい、その横も同様です。あそこ網ないでしょ、後ろ見るとね、直接もうワインセラーとか壁になってるっていう状態になってるので、はい、網がない状態になってます。ただもしそっちにね頻繁に行くことがありそうだったら、網をね設置してあげようかなと思うんですけれども、今のところその行動は見られてないので、ひとまずあんな感じ、で観葉植物ね、人工観葉植物入れてやってるって感じですね。増加ですね、入れてるって感じになります。はい、でまあこう見た時に右側にそういうなんだろうな、レイアウトとかオブジェクトが置いてるっていう状態にして、でこっちの左側をねすっきりして、この子がね暮らしやすいようにっていうようなケージのレイアウトの作り方にしてます。なのでちょっと右側にね物が寄ってるっていう感じですね。で右側に寄ってて、こういう風に斜めで切るとわかるんですけれども、こう斜めに切った時にこっち側のね右上の方って言ったらいいですかね、にそういうのがねあるような形にしてます。でまたね上の部分なんですけれども、こうやって見るとですね、マナちゃんがよく行動しそうな範囲にはこの人工観葉植物は基本あんまり置かないようにしているのと、置く部分のねヒーターがある部分にはヒーターでね燃えてしまうと大変なので、まあ燃えることはないと思うんだけれども、一応ねそこを気をつけて観葉植物はねそっちに行かないようになってます。なので火事防止もねちゃんと兼ねた上で作っております。はい、そんな感じのねケージでございます。で下はねこれペットシーツが敷いてあるんですけど、ペットシーツはねここにネオジム磁石が1個、あそこのジム磁石がもう1個で、こっちに1、2で、ここの部分にも1、2って感じの6箇所止めしております。で掃除としてはうんちをしたら、まずこのペットシーツにねいっぱい溜まると思うので、ペットシーツを全部取り替えて、ペットシーツ貼り替え、張り替えする前に壁の部分についてるのをねブラシとかペットシーツで拭き掃除をして、これをね取って張り替えてできるようにしてます。でこれ独立して上だけくっついてるんですよ。で下の方はですね特に何かにくっついてるわけじゃないので、こうやってパカッて開くことができるんです。で今あそこでねクリップで止めてるんですけれども、これこのねこのクリップで止めてるんですけど、これ止めてないでいるとパカッと上に開くようになるんですよ。後ろも前も後ろも横もか、後ろのも前にこうパカッと開けるし、こっちのやつもパカッと開けるんですね。すると拭き掃除がねこれは開くことによって拭き拭きできるので、であっちもねこう開くことで拭き拭きできるので、衛生上の管理もねしやすいような状態にしてます。でまあ拭くときはマナちゃんは一旦ね押し入れのね遊び場のところにいてもらうんですけれども、そんな感じで、中拭き掃除して、ペットシーツ取り替えて、で、新しいペットシーツ貼って、みたいな感じでね、ケージの掃除がしやすいような構造にもしてます。なので、このプラの、これにしてるとね、これ結構サラサラしてるので、ペットシーツで拭くだけでね、かなり掃除がしやすい状態になってます。はい、っていう感じですね。で、これもねこうやって戻すと、ここでネオジム磁石でパチッと止まるっていう感じですね。結構強いんでグッて力入れないと外れない状態になってます。はい、っていう感じの、マナちゃんのね飼育ケージ、改築しましたよっていうお話です。かなりね改築してから飼育環境もね整ってきたかなと私は思っております。うん、本当いい感じになったんじゃないかなというところでございます。はい、ということで本日はね、うちのルセットオコモリのマナちゃんの飼育ケージについてのお話でございました。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そしてツイッター、インスタグラム、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方フォローお願いいたします。また過去にね1000本ぐらい動画も上げておりますので、よかったらそちらの動画も見てみてください。それと、またねコメントだったりだとか、あとは高評価だったりしていただけますと、やる気にもつながりますので、よかったらね、感想で構いません。かなりいい
飼育環境になったねとか、おしゃれだねとかっていう形の、もう本当そんな簡単な感想でも構いませんので、よかったらコメントいただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントーでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。